皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はビーレジェンド染田のとある増量期の休日の一日をお送りしていきます。朝はね、寝起きが悪い方なので布団から起き上がるのに結構時間がかかるタイプです。目覚めてから5分ぐらいゆったりして、そこから布団から起き上がるようなことが多いですね。休日の日はあれですね、目覚ましをセットしないっていうのが一つの楽しみでもあります。まあ、ただ起きるのは普段とあまり変わらない時間帯になってます。やっと起き上がりましたね。とんでもなく不細工ですね。朝起きると体が結構ガチガチになってますんで、軽く体をほぐすところから始めていきます。今ね、手に持ってたんですけど骨盤職人ですね。骨盤職人とで、これがマッサージガンですね。この2つを使って全身を軽くほぐしていきます。このね、前日の日も結構トレーニングがっつりやってて、この前日の、ね、疲労がしっかり寝てるんですけど体にね残ってる感じがあるんで、起きたらこういった感じでストレッチとかマッサージとかで体をいたわってあげてます。骨盤職人を腰のあたりとかお尻周りに当てて、こういう感じで足をね揺らして、左右に揺らすことでほぐしているような感じですね。こういう自己ケアするようなことをから自分の一日は始まっていくような感じですね。これをやってるとね、パッチリ目が開くっていうのもありますんで、結構休日の日はこういった感じでスタートしてます。このマッサージガンもね、もう多分2年ぐらい使ってるんですけど、本当に買ってよかったなっていうふうに思いますね。もし興味がある方はね、ぜひ一度ね、ご検討いただければと思いますね。で、横にあるのがね、体重計とマッサージローラーとプッシュアップバーですね。アブローラーもプッシュアップバーも大会のね、パンプアップとかで持って行ったりするような道具ですね。ああいう感じでね、一緒にまとめております。たまにね、ジムに行けなかった時とか、あれを使って自宅で自重トレーニングとかする時もあります。次にストレッチが終わったら寝起きの一杯を摂取していきます。今はね、昨年販売されてた季節限定のこいつは梅風味飲んでます。ほんとこれ酸っぱくてね、寝起きとかなかなか受け付けないような時でもさっぱり飲めます。いただきます。次に朝食を作っていきます。特にね、減量中とかでもないんで、特に気にせず好きなものを食べるっていう感じですけれども、摂取できるタンパク質量は気にしているような形です。はい、超手抜き料理です。胸と白ネギとしめじを出汁で煮てるだけです。これを今日は2回食べる感じですね。本当にもう考えるのがめんどくさいんで、超手抜きな料理、これとね、米を食べるような感じですね。しばらく煮続けたことで、大体できましたね。これで大体3食分なんで、これを3つの皿に分けていきます。大体こんな感じでね、3つに分けました。大体1食350からね400ぐらいの間で小分けにしてる感じです。食べたいものがないときはこれと米を食うというような感じです。食べたいものがあるときは好きなものを食べます。で、今日特には食べたいものないんで、これを食べていきたいと思います。そしてトレーニングに向かいます。はい、これからトレーニングに行くんで、その前にコーヒーですね、プレワークとしてコーヒーを飲んでから行こうと思います。よし、
コーヒーを引いている間に、トレーニングゴリのサプリをちょっと用意したいと思います。これがですね、トレーニング後に食べるカーボですね。お芋をふかしてやるんで、さつまいもですね、これ何グラムぐらいですかね、結構大きいです。努力はそんなに細かいグラムまでは気にしません。トレーニング飲むプロテインをここに入れます。これとキティちゃんですね、これを飲んでみたいと思います。トレーニング終わった後に飲むグルタミンがちょうどなくなったんで、このサンダーストッカーに入れたいと思います。で、 BCA も、トレーニング中とかにこまめに飲んだりするんで、ここにちょっと補充します。これがトレーニング中に使うボトルですね。ちょっと用意していきます。コーヒーの抽出が終わったんで、これを飲んでトレーニングに向かいたいと思います。よいしょ。本当にね、減量中とかはコーヒーがね、唯一の楽しみになるんで、こういうコーヒー豆とかはちょっといいの買ったりして、減量中の楽しみにしてたりします。じゃあこれ飲んでいきます。よいしょ、いただきます。準備ができたんで、これから、ジムに向かいたいと思います。それでは行ってきます。今日は胸トレです。トレーニングが帰ってきました。これがさっき見せた鶏の胸のね、煮物350ぐらいと、米がだいたい300、これも50から400ぐらいです。はい、これを食べていきます。